石油備蓄とはオイルショックに代表される石油の急激な価格変動や戦争などによる石油供給量の減少に備えて石油を備蓄すること。民間企業がリスク低減の一環として行うこともあるが国の運命を左右しかねない貴重な物資という観点から国家自身が戦略的に大規模な施設を建設して行うことが多い。日本では民間備蓄と 国家備蓄の両方式で石油備蓄が行われている。前者は民間企業が石油流通の施設に在庫を多めに持つ方式で原油と石油製品を石油タンクなどに備蓄し随時入れ替えを行っている。後者は国が備蓄基地を建設し原油の形で封印保管するもので経済産業大臣の指示のある時のみ出し入れを行う。 2017年3月末現在は国家備蓄、民間備蓄、産油国共同備蓄を合わせて約8104万キロリットル、約208日分を備蓄している。国の備蓄基地は独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構が管理している。備蓄基地は重要性とは裏腹に、建設にあたってはニムビーとして住民から、 反対運動を起こされるケースがほとんどである。このため、石油備蓄基地は、工場地帯や、壁地などで建設されることが多い。また、施設についても、陸上のタンクばかりでなく、洋上に係留したタンカーによる備蓄や地下岩盤への備蓄など多様な手段が取られる。福井港に隣接する、福井国家石油備蓄基地。世界初の洋上石油備蓄システムを採用した。 神と国家石油備蓄基地。アメリカ合衆国エネルギー以上は、石油の戦略備蓄を行うために、メキシコ湾岸にブライアンマウンド基地、ビッグヒル基地、ウェスト、ハックベリー基地とバイオ直東基地を運営している。アメリカは、計画量7億2700万バレルの石油備蓄を有し、公表地としては、世界最大である。計画量の備蓄が達成されると、60日分の 石油輸入量に相当する。この他に200万バレルの北東部、家庭用ヒーティングオイル備蓄を保有する。アメリカは世界屈指の産油国でもあり、石油備蓄は価格安定のために放出するだけでなく時には備蓄も行う。2020年4月には原油価格が暴落し、ドナルド・トランプ大統領は WTI 先物価格がマイナスになる事態を受けて、 同年4月20日に、石油備蓄を最大7500万バレル積みます。方針を明らかにした。ありがとうございます。